県は中華人民共和国山西省を進む中止に位置する県。山西省中部の大元盆地にあり、川側の東岸に位置する。2514年の歴史のあることで、1994年には国家歴史文化名城にも指定された。同じく国家歴史文化名城に指定されている平春香県とは、総臨している。県人民政府は、省予賃にある。 貴県の古称は、小余りと称され、春秋時代には、進むの大部の貴阜県の職有となり、貴阜と称されていた。前514年に貴県が設置されて、以来の歴史を持つ。漢代に、北方民族が侵入すると、郷土五部の中屯地の一つとされた。近代には、祈り県と解消されたが、岩頂が成立すると、再び貴県とされている。新末には、 進む省と称される三世商人が中国全土で活動した。危険は隣接する平遥県及び太田肉同様、進む省の本拠地として成長における金融の中心地として栄え、当時は金田国、銀基県、同平遥かと称されている。鉄道では同カの線が県内を斜めに貫く。県内の土地は肥沃で水源も充足しており、 穀物の生産が盛ん。主要な作物には小麦、トウモロコシ、コーリャンなどがある。特産品にはクルミとリンゴがあり、中国国内でも有名である。危険の産業は農業のほかガラス製品業がある。不規制ハリの生産量は中国でも最大で北、アメリカなど国外にまで輸出されている。危険では古来より有名人が排出されてきた。 危険出身の文人、政治家で有名な人物には、進むの七大家族の一つ出身の危険、五巻末の王院、当身の明細書の恩、大東創業期居中の著者の恩太が、当代の詩人で、詩仏と称される、大い万党の詩人で、花冠派の創始者である、恩定員などがいる。大元府の人とされる、羅冠中は、本来の出生地は不明であったが、 県内の川湾村からカフと印象が発見された、ためき県出身の可能性が指摘されている。また、武人では、南北朝時代の南朝宋の名称で、竜遊の重臣でもあった、王元母、南朝張の将軍で、法径の乱を鎮圧した者の鎮の大祖鎮加崎との争いに敗れた王宋弁、当代の辺境防衛の行進で西北よ、民進以来、三成商人が、 大元盆地周辺を拠点に中国各地で活躍した。多くの金融商人を輩出した隣の平遥か、県同様、危険でも金融商人が現れた。新末には、京いたすや巨本、秋など、危険出身の進む将が繁栄しその邸宅は、現在も危険に残されている。京家大員危険県井は、北義時期に建てられた城郭都市が元になっている。 十字に交わる街路を中心とし、縦横に三十二本の街路が交錯した都市計画は現在に至るまでよく保存されている。街路、民家、商店、寺廟などは民進時代の風貌を残し、当時の街並みや歴史を知る上で価値が高い。木内街には千箇所以上の民家や邸宅が残るが、その中でも危険県上の北東、大谷県との中間の京やほ村にある、 京家大院という大邸宅は有名である。1992年の超芸房の映画、くれない夢や、2005年のテレビドラマ、京家大院の舞台ともなった京家大院は、真の建流年間に建てられた、進む省の京家の邸宅で、新末期に金融商人として活躍した、京伊達用の第に大規模に増築された。レンガ造りと木造の建築の集合体であり、個々の建築が、 の字型をなすように配置され、建築の美観や精緻さは非常に価値が高い。また県庁の東部にも許可大院という進む省の邸宅がある。邸宅の中には舞台もあり、現在は進む省文化博物館となっている。危険では進む劇と呼ばれる演劇が盛んである。庶民が自作自演をし、進む後平州方言で演じられている。 また、気温のないかと呼ばれる、危険、大谷県一帯の民謡も取り入れられている。ありがとうございます。